ヨナタンヨニネタニヤフはイスラエルの軍人。特殊部隊サイエレットマトカルのメンバーとして活躍。1976年のエンテベ空港奇襲作戦では兵士として唯一の戦死者となった。第四次中東戦争での活躍により主君賞を授与されている。全イスラエル首相であるベニヤミンネタニヤフの兄でもある。ヨナタンは父ベンツヨーンと母、セーラ。 ネタニヤフの長男として生まれた。父親のベンシオンは、コーネル大学の名誉教授であり、マラーノについて広く研究していた。第13代、および、第17代イスラエル首相ベミアミンネタニヤフの2位。弟のイドネタニヤフは放射線界で作家。ヨナタンネタニヤフは2人の弟と共に、イスラエル国防軍のエリート部隊、サイエレット・マトカルのメンバーであった。ネタニヤフは、 ヨムキプール戦争で勲章を受章した。ネタニヤフは30歳の若さで中佐として1976年に行われたエンテベ空港奇襲作戦におけるイスラエル軍部隊を指揮したが、ウガンダ軍の攻撃を受け戦死した。同作戦においてネタニヤフはイスラエル軍人の中で唯一の戦死者であった。ヘルツルの丘にあるヨナタンネタニヤフの墓百六十四年に彼は イスラエル国防軍にいる軍する。彼は、最初空挺部隊に志願し、将校養成コースへ出世する。その後、空挺部隊における中隊の指揮官となった、彼は6日感染早中の1967年6月5日、市内半島のウムカティフで、エジプト軍を敗退させた後、ゴラン高原に転戦した。その際、彼は、敵の攻撃で負傷した味方の兵士を救助中。 肘に傷を負ってしまう。6日間戦争が終わり、軍人を退いた、彼はハーバード大学で学ぶため、アメリカへと戻る。しかし、わずか1年後、市内半島の領有をめぐって、エジプトとの間に新たに消耗戦争が勃発した、ことにより再び軍人として本国に戻ることになった、彼は学業の場をエルサレムのヘブライ大学に移した。 1970年代初め、彼は、サイエレット・マトカルに入隊する。1972年の夏には、部隊の副指揮官に任命され、イスラエル軍捕虜を解放するために、シリア軍に奇襲攻撃を仕掛け敵の指揮官を捉える、ことに成功している。1973年に起こった、ミュンヘンオリンピック事件の際には、イスラエル、長報特務長と共に、レバノンにおける、 ブラックセプテンバーのメンバーに対する奇襲攻撃にも参加している。1973年からの第四次中東戦争でシリア軍の侵攻を食い止めるなどの功績を称えられた彼は優れた指揮官に贈られる軍人栄誉賞を受賞する。その後彼は先の戦いにより甚大な消耗を生じた指揮官不足を埋めるべく重装甲部隊に志願する。 気候部隊指揮過程を優秀な成績で終了し、弱体化したバラク気候旅団の指揮官として部隊の立て直しに成功する。1975年にはサイヤレトマトカルに部隊指揮官として復帰した。1976年7月4日、彼はウガンダのエンテベでの作戦中、敵の襲撃を受け命を落とした。この作戦は最終的には成功とされたが、 彼の現場復帰後初めての作戦でもあり、彼の殉職を称え、ヨナタン作戦と名付けられた。二日後、ヨナタン・ネタニヤフは、エルサレムにあるヘルツルの丘の軍人墓地に埋葬された。葬儀には、多数の民衆とイスラエルの要人が訪れた。当時の国防省長官シモン・ペレスは、彼の業績を称え、一つの銃弾が若いハートを引き裂いた、イスラエルの最良の息子の一人、 最も勇敢な戦士の一人、最も頼もしい指揮官の一人、崇高なる人、ヨナタン・ネタニヤフである。という句を残している。ありがとうございます。